どうも、酔っ払った人が、初めて、100メートル走を全力疾走するとこうなるということで、今日ですね、QWOP をやっていきたいと思います。もうですね、だいぶ飲んでしまったのですが、というか今からも飲んでいきます。はぁ、もうですね、疲れましたね。ですね、ゲームは何分からあって、字幕が出てると思うんですけど、もう最近ですね、何ですかね、月曜日から、まあ、土曜日まで、会社に出社しまして、日曜日は接待でゴルフと、まあ、やっていけないよねということで、今日は酔っ払った人が初めて 100m を全力疾走するとこうなるということで、クリックビゲン何が面白いか全然わからないけど、やっていこうよしよし、走るぞ。 QWOP QWOP、 走ってる走ってる、割りかし行ってる。1メートルず何が面白いんだ。よし QW、 よし、酔っ払ってるか。よし頑張るぞ Q。 おちょ、前に進んでくれ、前に進んでくれ、頼む、前に進むゲーム。何この微妙な BGM。 つま先つま先、へい待って、このゲーム 100m 無理じゃない。酔っ払いが 100m あってさ、100m 走れないじゃん。やめてよね、そういうの。お、走ってる。てーててれてー。あーなにそれ、いくぞー。てーててれてーててれてーててれて、そのポーズやめてよね。てーててれてーててれ。よし、もう一回行こう。よし、 QWOP あ、しげ、よし、ちょ待って、普通に倒れないでさ、こう前に一歩、ドシーじゃなくてさ、こう前に一歩、あ、でもベストが 1.3m って言ってる。頑張れる気がするぞ。ちょ待って、俺さ、今までさ ASOP って押してたんだけど、やめてー。よーし、あ、これでいける、これでいける。あ、い、来た。おー、惜しい。いける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 、頑張って。ジャスティン、ジャスティン、ヘイジャスティン。もうやめたー。第1回エンダーパール遠投選手権。ルールはこのエンダーパールを誰が一番遠くに投げれるかを競います。ここから助走をつけて、ここから投げると、で一番遠くに行った方が勝ち、一番遠くまで投げれなかった人が負けというルールで、これからタロップさんと一緒にやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、今ね、俺の方に来てるあのリスナーさんがね、うん、検索してくれてる。じゃあ第1投 MG からいきます。どうぞ。えい、よし、記録はここ。飛んだね。結構飛んだね。第1回だからとりあえず助走はいらないって言われたから、僕助走した。この角度でいきます。よし来い。まっすぐ、あ、低いかも低いかも。おおお、近い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 。おっと、これはこれは、あ、もうこれは同着ですわ。これ同着で、もう違いない違いないね。あれがないんですけど、あれがもうなくなっちゃったよ。そして1個あげる。はい、じゃあ、あとエンダーパールがあと1個ずつしかないので、じゃあ2投目で勝った人は、じゃあ1兆ポイントっていうことで。超ポイント、なるほど。よし、じゃあ第2投、また私から助走つけないでね、この角度でいきます。えい、あ、高すぎる、あれは高すぎる。よし来た。おっと、ここここか。この角度で、この角度で行かせていただきます。はい、あ、低かったかも。うわー、負けたー。勝った、負けたー。1兆対0。え、これさ、勝ったからさ、チャンネルを宣伝していいよ。MG さんのチャンネルで。どうぞどうぞ。このまま、じゃあ僕今下降りるんで。あ、どうぞ。はじめまして、タロップでございます。いつもは、スプラトゥーンなどの実況をしているんですが、最近、マインクラフトを始めました。でね、マインクラフトでちょっと一個、大きい村を作りたいと思うので、ぜひ皆さん、見に来てください。そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ここカットだな。カットされる、ここカットされるそうです。よし、では皆さん第2回でお会いしましょう。
それではまた、バイバーイ。別々の方向向いちゃってるね。どこっちこっちこっち。ヤッホーヤッホー。あ、来た来た来た。ヤッホーヤッホー。